さてさて、皆さんおのおのの夢を叶えたり絶望したりで忙しい人たちばかり。だからこそですか。やはりこの町には私のような監督役が必要でしょう。幸い壊れた教会も修復が完了しましたし、これからは皆さんのために本格始動です。さて、早速綺麗になった内装を確認するとしましょうか。あれ？おかしいわね。鍵が合わないなんて。鍵を間違えてたのかしら。この張り紙は、なになに？この教会は返してもらう、琴美。第1話、ゲット。暇だぞ。そうか、暇か。そうだ、暇だ。暇なのでお前、今からそこで3回回ってワンと言え。今ここで死ぬか、お前。退屈しないで済むぞ。そうですか、暇ですか。それはちょうどよかったです。が、実は教会を奪い返すため、お二人にはぜひ力を貸して。おーっと、うっかりしておったわ。日課にしているセイバーウォッチングを忘れていた。いや、危なかったぞ。ではな。おい、それは犯罪だぜ。よく考えりゃ俺は今からバイトだった。なんと今日はトラグッズの販売ノルマ50個。これは大変だぜ。そんじゃ。ダブルゲット。うお、正解符が絡まる。っていうか近っ、ランサー。お前近いぞ、離れろ。あたたたたたたた。俺だっておめえなんかに近づきたかねえよ。しょうがねえだろ、これは。このままでは二人ともバッドエンドだぞ。ここはあれだ、二人で力を合わせればなんとかだぞ。珍しく意見が合うな。しゃねえ、強行突破だ。なるほど、マスターの私に逆らうというのですか。これはお仕置きが必要ですね。どっちにしろバッドエンドか。なんかしょっぱいな俺ら。苦しいでしょうが、これもあの悪徳エセ神父から教会を取り返すため。さあ、次の仲間探しに出発です。次って、他にも被害者を作るのか。こいっちゃなんだが、俺たちがいりゃなんとかなるだろう。まだです。まだまだ足りません。圧倒的戦力差で挑まなくては。どのくらいだよそれ。神祖と龍河兵ぐらいの戦力差。お、鬼だ。ここに鬼がおるぞ。なんかな、誰かと血のつながりを感じるね。第2話、フィッシュ。シロ、鍋です。鍋が煮立ちまして、ソーロー。どうしたんだその喋り方。そうか、鍋奉行だな、セイバー。そうです、やはり冬は鍋ですね。食材が豊富で洗い物も楽ですし、何より美味です。あれ、今は冬だったっけ。まあいいや、ここ冬騎士だしな。とにかく熱いうちにいただこう。なんだ。火球の要件で窓からごめん。いいえ、謝りません、勝つまでは。やりたい放題だな、このお客さん。けど、こういう場合はきちんと謝るのが筋なんだぞ。
ああ鍋の中にガラス片が。いや、俺のせいではないのだ、セイバー。俺はちゃんと玄関から行こうとだな。だが私は諦めません。バーサーカーの攻撃にも耐えたこの体、いだって強固です。無理だから。ではガラスが溶けるくらい鍋の温度を上げれば刺さらないとか、何か方法がきっと。諦めろ、セイバー。もう無理なんだよ。許せません、許せません、ギルガメッシュ。なぜ俺が。せめて一口でも鍋を食べていればこんな。さあ、あなたたちの負けです。私たちと一緒に来てください。共に冬騎士の未来を守りましょう。私の未来を奪ったあなたが何を言うのです。いいえ、あれは過去です。過ぎたことで腹を立ててもお腹は膨れませんよ。さあ、一緒に新しい未来を見つけましょう。なんで元凶がそういうセリフ吐けるんだよ。俺でもあそこまではできんぞ。仕方ありませんね。業界が無事取り戻せたら炊き出しをやりましょう。ではセイバー、あなただけおかわりし放題というのは。行きましょう、シロ。セイバー、そろそろ食べ物キャラは卒業するべきだと思うんだ。帰ってちょうだい。なぜです？あなただってあの失格神父は嫌いでしょ。いや、まあ嫌いかって言われたら嫌いに入るけど、それ以上にあなたたちに関わるとろくなことないから。そんな、私とリーンは教会と魔女のお家との仲なのに。どんな仲よ、それ。両方山の上に立ってる仲です。ほんとどうでもいい仲じゃない。仕方ありません。仲間にならないようでしたら面倒ですが、毎日寄付金催促に家に行きます。なんでって敵よ、この子は敵よ。綺麗といい、あの教会にはこんなのしかいないの。訂正をお願いします。あの腐れ神父と一緒にされたくはありません。同じよ、同じだから関わりたくないのよ。もう出会い、出会い、よっしゃ、塩撒いて、塩。やれやれ、私もできれば関わりたくないのだが。さあ、私の勝ちです。一緒に来てもらいましょうか。うん、もうしょうがないわね。わかった、言ってあげるわ。でもね、やるからには確実に息の根止めるわよ。そうしないと後々面倒だからね。任せてください。お主も悪よの。君たち、とてつもなく物騒だぞ。第4話、ロール。と、まあそういうわけでして、力を貸していただけないでしょうか。そんなことよりもあなた、私の部屋で着せ替えごっこしない？すまない、主は可憐な少女に目がないのだ。彼だけに。お前、なんかキャラ変わってないか？あの、今は時間もありませんし、
それに体も包帯だらけですから、丈の短い服とかはちょっと。包帯にはゴスロリ系よ。やっぱ着せ替えごっこよ。ゴスロリッシュ。性外婦が腰に絡みつくなんて、これって男性専用の性異物なのに。今あなたの魂は間違いなく男性の色をしていたもので、では無理やりにでも連れて行きます。それオーエスオーエス。なんとこれはあの伝説の金持ちと芸者ガオごっこか。これがあの。なるほど、俺も見るのは初めてだぜ。女同士だけどな。私がしたいのは着せ替えごっこで、芸者ガールごっこじゃないわ。なんとかしなさい、アサシ。セイバーに続いてカレンまでも、もうダメ。私には総一郎様しかいない。仕方ありませんね。いいでしょう。最古神父討伐の暁には、服でも何でも着てあげます。さあ、行くわよ、アサシ。ランサーが、ですがね。は？俺？というわけでして、ぜひあなたの力をお借りしたいのです。そんなの私には関係ないもん。勝手にやってなさい。あなたには冬騎士市民として私の作戦に協力する義務があります。何よそれ。だいたいここ冬騎士に入ってないもん。あら、知らなかったのですね。ちゃんと入ってますよ。え、嘘よ。こんな森の奥底までなんて。いいえ、確かに入ってます。この地図を、ほら、お城のここら辺の角っちょがここですよ。どこ見えないよ。だからここですよ、ここ。ゴスロリッシュ2。万事滞りなく行きました。ランサー、アーチャー、次に行きましょう。ほとんど誘拐じゃねえか。助けて、まさか。私としたことが、子供と思ってつい手加減をするとは。やはり主の名のもとに完全に息の根を止めておくべきでした。いや、ダメだろう。息の根止めちゃダメだろう。正義は勝ちます。正義はこっちにあると思う。勝者が正義です。どっからどう見ても俺ら悪だろ。勝者が正義です。第6話サイクル。というわけでして、お願いします。教会を取り返すのを手伝ってください。いきなりそんな話されてもね。ほら、僕だって忙しいじゃん。今週もデートの予定でいっぱいだしさ。暇だから私とサイクリングをしたいと言ってたあなたが何を言うのですか。いいから来てください。それにさ、あれでしょ、戦うんだよね。そういうのもう懲りたんだよね。しかも人のために戦うって何？ちょい平和ボケしすぎじゃないの？いいから来てください。
彼女、シンジの言ってること全然聞いてませんね。それにさ、自分で言いたくないけどさ、僕ってば、戦闘に参加しても大して役に立てないと思うんだよね。いいから。もうお願いじゃなく、ただの命令ですね。いいから。チクショー。さて、盾も手に入ったことですし、そろそろ行きましょうか。今、盾って言ったら、盾って言ったら、シンジは盾として役に立ちませんよ。実践済みですよ。悔しいがそうだよ。僕は盾にもなれない存在さ。だからおとりぐらいには使えますが。ライダー、お前。さあ皆さん、教会へ出発です。助けて。初めて12人。本当にここまで集める必要あったのかよ。圧倒的武力、素敵ですね。血を感じるな。え？血の匂いしますか？最近は魔に遭遇することもないので、怪我もしていないのですが。いや、そういう意味じゃないんだが。まあいいです。さあ出てきなさい、ダニ神父。よくもそこまで集めてきたものだな。これも私の人徳のなせる技です。それは嘘だ、フィッシュ。彼、お前についていきます。無理やりは良くないな。配下の者の心象はともかく、雇い主の度量が知れてしまう。お前が言うのか、お前が。さあどうします、この武力さ。今教会を渡せば、痛い目に遭うだけで済みますよ。そうそう、痛い目に遭いたくなかったらって、痛い目に遭うのかよ。当然だな、私でもそうする。当然なのかよ。意見が合うのがすこぶる不愉快です。ご苦労なことだが、今の私はそんな兵力を見せられても動じないぞ。どういうことですか？そうだ、今の私は聖杯の気まぐれでできた身だが、それももうすぐ時間切れだ。お前がやらなくても、もう私は自然に消える。消えるのが分かっていてこういうことをするとは、あなた心底根性ひん曲がってますね。それが私だ。さあどうする、新しき管理者よ。皆さん、手を出さないでください。カレン、お前。これも縁です。琴峰神父、あなたが消える前に、私が直接引導を渡して差し上げましょう。それが義務というものです。心意気は結構だが、さて、お前にできるかな？カレン・オルテンシア。
半死人のくせに手強かったですね。消える前のろうそくというやつだ。さて、時間だな。結局あなたの一人勝ちですね。最後くらいは勝ちで終わらせても、罰は当たらんだろう。全然よくありません。死んで当たるといいです。まったく、面影以外は何も似ていないな。え？ただの独り言だ。ことみえ。さあ、ダニもくたばり、無事教会も取り戻せましたし。皆さん、解散です。カル、それだけ？え？ああ、教会が取り戻せて嬉しいですよ。いや、もっとこう、なあ、他にあるだろう。そうですね。では、せっかく集まってもらってなんですから、教会の周り掃除していってください。いや、違う。そうじゃなくてだな。さあさあ皆さん、ぼーっとしてないで、この竹ぼうきを持ってください。さて、やっと私のものになった教会ですが、せっかくなので、名前もカレン教会とか、モルテンシオ教会にするべきですかね。やはり、あなたの名前をもう少しつけておいてあげます。感謝してくださいね。